日本富山県富山市より総春のより集落位。おは、富山県中新川か九条市町にある町名。平成30年度の人口は0人で、世帯数は0個。早月川流域では最も山奥にある集落であり、剣岳の登山拠点である、馬場島を有する。伊おは、名字としても存在する。伊おは、早月川の最も上流側にある集落である。 剣岳の西側の山徳にあり、無接地には馬場島キャンプ場利用者や、剣岳登山客などの自然愛好家向けの売店が立地している。標高約420メートル、上市市街から約14キロメートル、馬場島へ約7キロメートルの位置にあり、剣岳入山の拠点としての役割を果たしてきたが、昭和後期から平成にかけての過疎化で住民がすべて、 離想し、集落としての機能を終えた。伊織の獅子舞は、毎年春に披露され、富山県中に住んでいる出身者が集まる。伊織地区の獅子舞は、と、山の獅子舞百選に選ばれており、上市町内の広の東市と同じ姫見型の獅子舞が継承されている。伊織橋は、早月川を渡る橋で、早月川越しの剣岳の眺めが良いため、撮影スポットとなっている。 伊織集落にあるこれバ場はママの道路のゲートで、当季には閉鎖され車両通行止めになる。白萩川と立山川に挟まれた中州にある、平坦地で、剣岳の早月を寝るートの登山口として登山家に有名である。キャンプ場も所在する。早月川の川岸にある集落で、花崗岩が多く見られる。伊織地区とその周辺にはより花崗岩と言われる。 弱変状加工戦力岩が分布している。バスなどの公共交通は通じておらず、自家用車かタクシーを利用することになる。いおり集落は、富山県道333号、鶴木岳公園線の道沿いにある。富山平野部からのアクセスでは、上市町側から、折戸峠を通る富山県道46号上市北馬場線ルートと、め川側から、 早月川沿いをひたすら走ると山県道67号、宇な月大沢の線ルートがあるが、校舎は冬季除雪されず、しばしば通行止めになり、砂利道区間もある。ありがとうございます。